統一戦線部長、はい、それからキム・ヨジョン氏、妹のキム・ヨジョン氏ですね、はい、まあ、やはりあのキム・ヨンチョル氏はこの南北関係を統括する立場ですので、すぐそばで補佐をするということです、はい、で一方 の、 韓国側ですけれども、ムン・ジェイン大統領の手前にソフン国家の、情報委員長が、はい、の姿があって、まあ、このソフン氏がこの南北対話を導いてきたのでですね、これはもちろん出席すると。で、大統領の向こう側にいるのは、